はい、プレイしていきたいと思います。7 days to day というわけで、とりあえずトレーダーからクエストを受けましょう。まずはそれからだ。すべてはそれからだ。よいしょ。仕事あるか。待て。これ。よし。品揃えも見る？なんか面白いの売ってるかい。じゃあこっちから見よう。ショットガンタレット。オーガー売ってる。オーガー8000。オーガー8000。オーガー8000で売ってる。いつ ?34 までだ。大丈夫。買える買える買える。オーガー売ってる。よし。飛ばされる前に一応避難した。まず俺感染してるので、感染を治さなきゃだよね。このビールですね。蜂蜜はどれ？蜂蜜ない？あった。いくつまで？ 5 番までだから。よし、1.1% なんで間に合う。OK。で、お肉を。あれ？俺もしかしてやばいこれ。あれ？これイヤホンやばいやつかな。あ、わかんねえ。あ、もしかして、これ音小さくしてるだけ ?35。オーガーのせいで音小さくしてるからか。じゃ、このイヤホンさ、やべえんだよ、壊れ方が。高音っていうかなんか、一部の音だけさ、聞こえなくなるんですよ。やばくない？壊れてるどうかの判断がつかないっていうね。だからね、なんかね、音楽聴いたら、バックのサウンドだけ、しっかり聞こえて、歌ってる人の声だけ小さくなるから、音楽聴いてやっとね、あ、おかしいってわかるんですよ。やばいよね。やばいよね、ほんと。これ、倉庫にしまっとこう。これは。よし。ミニバイク押さえられました。ジャイロコプターの写真持ち上げとこう。忘れてなくなった、どこ行ったって騒ぎ出しそうだけども。まあ、その時よ。こっちもいっぱいいろいろ詰まってんね。まあ、いっか。で、ご飯を食べて、クエスト適当に近いやつ受けたけど大丈夫かな？変な向きじゃないだろうな、ね。変な向きだったら終わりだよね。ピッケルは、こっちへ？なんだ、あるじゃん、このピッケル。まあいい。とりあえずご飯を食べましょう。もう一丁。ゼロ。ほいしょ。もっと。これにはたくさんあるんだ。茹で肉。じゃあ、わかった。地下菜園作るか。いや。よいしょ。おい、今日ちょっと今、眠たいから今作業したら大変な目に遭いそうだからやめとこう。何言って、1500だってこの床。ほう。今ちょっと、なんか大変変なもんが出来上がりそうだから、事故っても大丈夫なことやろう。そうしよう、そうしよう。事故っても大丈夫なやつ。そう、昨日のね、アイテムはね、とりあえずこっちに詰めてあるんで、後でやります。裏で。なんか持ってないよね。燃料持ってないね。そうだ、燃料だ。燃料作っとこう。俺大変なこと気づいちゃったかもしれない。おー、覚えてるじゃないの。コムさんとは違うね。
ゴーさんとは違うね。え？ゴーさん？ゴーさん確か。あ。あ、ケミステがない？待って、ケミステがない？この家ケミステ、ケミステ、ケミステないね。ケミステ作らなきゃ。これビーカーと鍋とパイプとサイリボトル、ああよいしょ、鍋と、あ、足りない、いや大丈夫、5個だ、よし。鍋、三つ、四つになった。と、鉄100のビーカー1。あ？鉄100なくね？あれ？あった。鉄100なくね？鉄100。鉄。ある。よいしょ。じゃあケミステを作る、あ、俺ケミステのレシピを知らない、もしかして、あ、知ってる知ってる、ケミステを作ってる間にお出かけしましょうか。で、オイルシールもこっち入れといて、何か足りないんだよな、何を持ってないんだろうな俺。まあいっか、多分大丈夫だ。結局俺クエスト何を受けたんだろうね。いや、行ってからのお楽しみで行ってみようか、燃料あるし。前回は超高速で終わらせたけど今日は無理だろうな。じゃあ一回お宝部屋を抜いて今日終わりにしよう。ちょっとね、眠たい、眠たいんだ、眠たい日はそうしよう。え、待って俺、あ、これ食べ、食べお姉さんがいいな、食べお姉さんだったらちょうどちょうどいい感じだよね。ハゲタカとワシコンボ最強枠ですね。ほんと前回ひどかったよね。せっかくワンワン振り切ったと思ったハゲタカのせいで降りて、そしたらワンワン走ってくるし、ほんと困ったもんだったよ。7000以上降りてるのにガソリン生成するスキルなしで7万、ガソリンに生成するスキルなしで7万ってどういうことなんだろうね。え、これちっちゃくね、オイル屋さん？うわぁ、若手ね。若手ね。え、ここティア4なの？というか、ここクエスト対象になったことなくね？初めてじゃない？あ、ウォーターワークスじゃねえか。なんでオイル屋さんかと思ったよ。うわ、湯切ってるね。どうする？裏から回る？考えるか。よし、裏から回ります。よいしょ。なんで足遅い？気のせい？気のせいか。これで走って出れるかな。よし、降りるか、行きましょう。だ、オーガが出てくれたら嬉しい。あれ
あれ？待って。やばいね。逃げ込めなくなってんね、これね。ちょっと待って、これ5時入ってるわ。やめまーす。工事入ってるんで、セキュリティで行きましょう。どうしよっかな。あ、じゃあここのフェンス崩れなくなったのかな。いや、相変わらずバシャーンって壊れそうだな。よいしょー。リペアキット、石、あ、持ってる、大丈夫。やだな、やだな。今日死にそうな気がするな、やらかして。よし、行きます。セキュリティ何分で終わる？分かって、10分で終わらせば、いい感じの時間になるので。行きましょう。2周するのめんどくせえな。もういいわ、やってしまうわ、クエスト。だったら報酬部屋もう一回行きたい。いいか、いいよ。一回で行きます。めんどくさい。エリア一層なんでね。あっちの中はいいや。あ、待って、こっちゾンビいたらやらないといけないのか。いっそうだから、いないよね。ゾンビさんいらっしゃいますか。よいしょよいしょ。これさあ、あされる、あさるとしたら落ち始めるとかないよね。お、アックスの品質高いな。あと、チェーンソーの、チェーンソーブレードは、動力ツールパーツなんだよ。オッケー。あれにも使えるんだ。オーガにも。よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。さてと。やべえな、ペース遅いな。音よ。あ、どこいない？大丈夫？よし。やばいな、判断力おかしいな。あっちにゾンビいるわけねえのに。何チェックしに行った？改築工事入ったから。右にもいるよ。よし。なんでこの人たちになってんだろう。工事員じゃないの。配置するゾンビミスってるくね。絶対これ違うでしょ。あ、ウォーターワークスだからかな。確かになんか水っぽいからさ、水質検査みたいな、なんかこういう感じの服着てやってる可能性あるもんね。ちなみに日本でね、放火と同じぐらいだっけ。放火よりもかな、重い罪になるのがあれですからね。ダムに何か混入するのがダメだからね。確かそうだったと思う。要はテロに近い状態になるからね。だって動物とかだったら失
けあったんじゃないかな。どうだっけな。よいしょ。なんか上でノックしてる誰か。うわ、上で叩いてるな。うぜえな。誰だろう。うわ、めっちゃ気になるじゃん。なんか報酬部屋変わってないのでは。うわー、どうしよう。こっからいけるか。あいつか。あ、ニスコつけてね。よし。また別のやつが殴っとる。雪山ゾンビだ。うん。じゃあ、早起きろ。起きてた。よし。ってことは、あの音が聞こえるってことはイヤホン大丈夫だな、多分。こっちが正規ルートなんだ。あっちが正規ルートで、こっちワンワンがいるところ。ワンワンいなくね。いた。よし、一匹だけ。うわー、空いてる。鍵取りすらしないからな。まだ生きておる。よし、食べ物。あー、残念。生肉じゃないんだな。食べ物だけど、食べ物だけど、サンドイッチは食べたくないかな。うわ、マカいっぱい出てる。映画のシーンじゃないか。今飛び降りながらハンマーで叩く。やっぱり当たってるっぽいね。あの表の綺麗なところ、操作してる人たちが白衣で、この裏の作業してそうな人たちがあれですね。やっぱこの機械系が白衣で、作業してそうな人たちは作業員の格好をしてんね。あんちらやんな。ここ嫌なんだよな。あ、そっか、俺夜来てたんだよ、今。よく考えてゾンビ全員走ってたわ。気づくの遅いけど。朝になりましたの音楽で気づくっていうね。うわ、厳しい。振りかぶれるの大丈夫だね。ゾンビどうなってんだ。もしかしてお前ら動けないのじゃ。動けた、泳いできた。そういえばゾンビの泳ぐ姿初めて見たんだよ。ひょいひょいひょいってこんな感じなんだね。前に、なんかつま先で蹴って泳いでる感じだね。この状態で固まってるのウケるんだ。
待って、上から来るのやめろよ。つかやっぱ早いね。こいつらノーマルゾンビだから歩いてる速度のはずなのに泳ぎ早いな。マジか。そうなんだね。うわ、この落ちる音ドキッとするからやめてほしいよね。見えてんぞ。いって、はあ、今のモーション何、しゃがんだままなんか攻撃してきたぞあいつ。最悪。今のモーション謎だわマジ。最悪だわ今のは。初めて見たね。多分初めて見た。あ、やばい、出れない。あ、やばい、これ壊さないといけないのか俺は。うわ、2000だって。それはないわ、これはやばい。向こう側が出れる仕様だっけ。おお、うわ最悪だ。やば、これあれだよね、ジャンプの仕様変更のせいで多分抜けれなくなったんだよねあれね。お、走るかい。パワータック。よいしょ。ってことはだよ。どうしよう。ゾンビの声があっちゃこっちゃ聞こえる。パイプか、なるほど。ちょっとこの仕組みを覚えておきましょう。パイプか。パイプがあって、これって、あ、一緒のブロックか。これが用意できないかもな。なんかゾンビ殴ってんだよ、どっかで。おお、いる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 。よいしょ。仕留めた。オッケー。メンテナンスショットガン。劣化率が遅くなる。素晴らしい。それショットガン欲しいんだよな、おめ。ポンプショットガンが欲しいです。ポンプショットガンのね、オートなんだっけ、ショットガンタレット作りたいんで。これどうやっていくんだっけ、こっちからだっけ。よいしょ。またお腹すいた。殲滅だよね。オッケー。入れるのかい？入れないね。ここ壊せってこと？もう行くのめんどくせえから行かないでいいか。それはびっくり。特にいいのなさそうだからいいや。うん、ちょ待て待て待て、危な。上にもいたわゾンビ。イエス、あと2人。スパイダーかよ。
まだ生きてる。よし。正面にもいるね。お前か。よいしょ、これラストかな。イエス。どれだと話せ。何分？のんびりやって15分ぐらいか。まあそんな感じでは。行ってみる。何もないかな。何もないね。OK。向こう何に繋がってんだ。お、なんか面白そうなとこ繋がってんね。持てないね。ゾンビ入ってきてるな。いない？わからんな。真上ぐらいなんだよな、もう。ショットガンパー、ショットガン、自分で作れとな。なんか、もう、やめてほしい。ゾンビが真後ろにいそうな音がするから。一回、バイク戻ってもいいな。バイク戻ってアイテムしまってからでも良いのでは。このゾンビの音を消したい。178出るようになったね。よいしょ、ピックこの数で足りてくれればいいけど、ここは下の水から上がってくるところで水は何もなかったと思うんで、これ終わりかな。OK。よし。お、すげえ。かっこいい。でもこれギターケースにしか見えないんだけど。どういう武器が入るんだよ、このケース。スナイパーではないだろうし。謎だね。多分これ開けたら消える感じのだから、これいらないか、スクラップしちゃうか。あ、いるじゃんゾンビ。それ防弾ガラスなんですけど、じゃあ開けたらね、7000か。勝てば行きます。おお、そうか、大側につけてあげないといけないのか。改造する。大側につけるの石だけどな、どちらかというと。よし。食べ物くれー。は？食べ物、あ、食べ物そこにあるわ。食べ物くれー。おいー、それ飲み物や。火薬あったね。いくらきか捨てた気がする。あ、ちなみにこっちね。あれ、あ、床抜けなかったっけこれ。あ、抜けなくなってる。前抜けてたよね多分ね。とりあえず中身見て、バイクに積めるかどうか考えるか。お、スチールピッケルだ。もういらないんだけどね。ロッククリック、今日は運がいいはず。おいおい、言ってるそばからガッチャ言うてた。
まあ、どう考えてもこの上の箱をどかさないと開かないんですけどね。やべえな。おい。つか時間戻ってるし。よし。よし、来た。どう？レザーチェストアーマーか。そろそろアーマーもね、俺ね、着替えようかなと思ってるんだよね。フェラルホードの時。やばい気がするもんね。うわ、なんか残念だな、すごく。そろそろね、厚着でもいいと思う。あの、スキルで、何でしたっけ？スキルでね、なんだっけ、出てこねえ、やべえ。スキルって何を持ってるから、あ、そう、夜の間移動速度低下が無効になるスキルを持ってるんで、何を着ても一緒っていうね。だからスチールとかごついやつを着ても良いのではと思いまして。あのゾンビはほっとこう、置いて帰ろう。よし、撤収だな。結局食べ物なかったじゃん。鳥だと話すなってるよね。いいね、一周って早いね。には二周やってたからな。いや、でも結局変わってなかったんだわ。最後のとこだけなんかランプになって、そこになんだスパイクが置いてあるっていう、それだけだったね。もっとなんか大きな変更点があるのかと思って正規ルートで行ったのに、あんなんだったら裏から入って歩数だけ2回行った方がよかったな。残念だったわ。読んであるね。いやー、この電気屋さんリセット来ねえかな。この電気屋さんうますぎたよな。いや、入り口が裏にもあるってことはこれダメだ。あ、ポッパーのピール、薬屋さんじゃんこれ。これじゃねえわ。あ、お隣だ、お隣。入り口がね、2箇所以上あると、残念なことに、クエストの家じゃないっていう。大体。あれ、とってもよかった気がしてきた。じゃあ今日はこのまま帰って終わりにしましょうか。オーガー買いたいんだ俺。じゃあスキルクエストもう一個受けな。オーガー買い進めてるけどさ、もう俺一個手に入れたからレシピ出てきそうだよな、そろそろ。うん？レシピ出てきても俺作れるのが品質悪いのか。ってことはやっぱり買うしかない。どうしよう。いや、大川は予備があっても良いだろう。そうだよ、大川いくら予備があってもいいんだよ。あ、逆逆、やっちゃった。取るボタン押しちゃった。入れるボタンはこっちだったのに。というわけで、じゃあもう今日この後はもうアイテム整理ですので、抜ける方は抜けてください。そう、そうしよう。そのシステムにしよう。それだったら問題ないカットにはできないけど、ただここアイテム整理してると
犬とかワニは出てこねえや、このゲーム。いないよね、このゲームね。いる？いない？こんがらがってきてさ、いないよ、ワニはいないです。犬とか、あいつだよ、頭の中に出てきてるんだよ、見た目は。黒いやべえやつよ。ワニだ、ワニ、ワニ、ワニ。違う違う、ワニじゃないんだって。やめてもダメだ。ダメだもん。だからね、うつってんだもん。ワニじゃねえんだよ。ワニじゃねえつって、ワニだ、ワニ、ワニ、ワニって。ひどいわ。あまりのひどさに絶望してるよ、自分で。なんだっけ。黒い大きなあいつよ。やっべえ。やっべえ。マジやっべえ。え？もう俺 おじいちゃんになってしまったのでは。なんであいつの名前出てこねえんだよ。いや、おかしいだろ。おかしいだろ、おかしいだろ、おかしいだろ、おかしいだろ。多分、考えてるつもりで考えてないんだろうね、今。ボケっとしてるんだろうな。そうじゃないと名前が出てこない理由がおかしい。理由がおかしい。ダメですね。ダメですね。料理ちゃんとしたいから。コーン植えよ。うん、コーンじゃない。お肉、お肉レシピ見よう。お肉レシピ。お肉レシピ。マッシュルーム、じゃがいも、油。おいしい、おいしいじゃないんですよ。じゃがいも、とうもろこし。どうせならこっちだよな。レシピ覚えてないけどな。まあ、じゃがいもですね。私大好きなじゃがいも、芋を植えないといけない。もしかして、もしかして。あ、あるじゃん、じゃがいも。キノコもちゃんと植えてありますね。ならばこれを作ればよいのでは。一回キャンセルしてください。ブーラはいっぱいあるよ。はい、一個しか作ってない。じゃがいもが全然ねえ。このレシピ、玉肉レシピさ、はい、でも整理だけやってたつもりが整理じゃねえし。マスターシェフって書いてあったね、今ね。マスターシェフはこっち、こっちか。タコス、ゆっイカジュースムージー、料理速度が上がる。ガンボシチュー、シェーバーズパイ、スパゲッティ、ツナグレービートースト、おじいちゃんとっておきレシピ。ここまでだ、多分。しゃもいちゃうな。レシピを拾うでしょう。てててててうん、俺終わりますって言ったよね。多分終わりますっていうか、裏で裏で作業しますって。これどう見ても裏ではないのだけれど、玉どこですか。あ、ここだ。裏ではないんだけども、裏で作業しますと言ったからいいはずだ。問題なかろう。で、あのワニは何だったんだ結局。姿を見たら思い出すか。探しに行くか。さすがにワニを
何だったか見つけないと俺今日無理だぞ。いくつ？50だってすげえ。じゃがいも農業始めよう。次回でいいか。ちょ、マジで。いない？いない？思い出した。クマだ。満足です。今日ダメだわ。今日ダメです。クマが出てこないとかダメです。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。次回でいいや。ケミスティア、イメデモトか。イメデモトか。よし。次回、ケミスティしたり、地下の方に作ったりしようか。というわけで、今回もご視聴ダメだ。俺はバイクの中にアイテムがあるものを思い出してしまった。うわ。最悪だ。最悪だ。見てくる。自動振り分け機が欲しい。アイテム自動振り分け機が欲しい。卵さ、色？チェストの色変えた方がいいな。わかりづらいよね。これ、食べ物とかのチェスト、ほんと、見やすい。やるなら今だな。やるなら今だな。次回ちょっと、チェストいじるか。そうしよう。フィナルホールまで時間があるし。余裕を持ってやりましょう、ちゃんと。余裕を持ってやらないとね、適当な状態になってしまうから絶対やめた方がいい。あ、そう、開いた理由分かった。よいしょ。鉄パイプしか入ってねえじゃねえか。なんだよ。これこれ。よし、じゃあ、ネイルを作って終わりにしよう。よし。というわけで、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。いや、本当にここまで見てくださった方々ありがとうございます。100個作ります。見てくださった方のために100個作ります。なんで100本作ってんだろう。型のためにっていう。もうダメだ。というわけで、ダメですので、寝ましょう。寝ませね。俺はクラフトピアノを取らなきゃ。ね。すげえ。反射がちゃんとしてる。すげえな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。静止画でした。床も直さなきゃ。